チャードリックです。今日の動画はこちらです。Mountain Dew Kickstar Hydrating Boost Energizing Pineapple Orange Mango の紹介です。昨日はキウイストロベリーをレビューしましたね。今回はパイナップルオレンジマンゴー3つの味が入っています。こちらもね、同じサイズですね。缶結構いいですね。この缶は結構好きです。結構いい匂いです。オレンジの色ですね。それではいただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ココナッツウォーターが入ってて味のコンビネーションがいいですね。キウイストロベリーのコンビネーションはまあまあな味でしたね。でもこちらはものすごくいいです。トロピカル感がありますね。後味のココナッツウォーターありますけど大丈夫です。キウイストロベリーよりこっちの方が好きですね。こちらも 10% ジュースが入っててカフェインも入ってます。なんかパワーアップがしますね。こちらはまた買っていきたいと思います。キウイストロベリーより美味しかったので100点をあげます。こちらも値段は2ドルでした。日本円で220円ぐらいです。 Mountain Dew Kickstar Hydrating Boost Pineapple Orange Mango の紹介でした。次の動画をお楽しみに。それではじゃあ。